こんにちは、横道猿太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということなんですが、今回は特別編です。パラサイト、半地下の家族など、ポン・ジュノ監督の代表作5本から考える空間表現。というですね、なんかちょっと論文みたいな堅苦しいタイトルになってしまったんですけど、まあとりあえずですね、パラサイト半地下の家族を中心にですね、ポン・ジュノ監督の、まあ、他の4本の過去作も比較しながら空間表現というものについて考えるというものになっていまして、まあとりあえずポン・ジュノ監督の5本の作品を語るという回として認識していただければ大丈夫だと思います。ちょっと今回久々の更新になってしまうんですけども、なぜかというとですね、一人ポン・ジュノ映画祭というのを勝手に開催していまして、まあ毎晩、ポン・ジュノ監督の過去作をいろいろと見ていたんですね。で、ちょっと時間と環境の関係で全部の作品を見るっていうわけにはいかなかったんですけども、まあ、今回取り上げる作品を先に言ってしまうとですね、最新作であるパラサイト半地下の家族。はい、これは最近見ました。そして、殺人の追憶、グエムル、ハンガンの怪物。そして、母なる証明、スノーピアサーという5本のタイトルについて考えていきたいと思います。最近、パラソイと半地下の家族がアカデミー賞で4部門のタイトルを受賞したということで、作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞という4つの部門で受賞したんですね。おめでとうございます。まあそれを記念してというわけではないんですけども、僕もパラソイと見に行きまして、初めてポン・ジュノ監督の作品を見たんですよね。で、なおかつ、おそらく初めての韓国映画体験だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな番組やってるくせに全然韓国映画に僕詳しくなくてですね。韓国映画といえば結構フィルムノワールですね。韓国ノワールとかっていう風に呼ばれることもあるんですけど、そういう犯罪色の強い映画が結構有名で、まあ、ハードボイルドとも関係性が強いわけですけども、なぜか今まで見てなかったんですよね。それでパラサイト見まして、ものすごく面白い。単に面白いだけじゃなくて、理解できなさですね。わけわかんないけど面白いなっていう感じがありまして、やはりそういうわけわからないものを見ると、こう分析して説明したくなるというのが、まあ僕の差がというものでして、そこからですね、ポン・ジュノ監督の過去作品もちょっと見てみようかなというところでどんどんハマっていったという感じですね。というわけで、まあまずは最初にですね、パラサイト半地下の家族、これの感想について語っていきたいと思います。はい。こちらアカデミー賞を受賞したということで、見に行かれた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、やはりですね、アカデミー賞のイメージからすると、ちょっと想像つかないような展開というのが、まあ特に後半ですよね、待っているんですよね。まあいつもよりもその映画館の中の世代層が広い感じでしたね。高齢の方もいれば若い人もいるっていう感じで。まあそういう映画慣れしてない人が見るにはちょっと独特なですね、テイストがあるというか、まあ正直ちょっときつい表現もあるんですよね。で、そういう尖った部分が、まあ僕はちょっと、印象に残ったというか、まあやられてしまいまして、すごく好きになりましたね。このパラサイト半地下の家族、まあまずはどういう話なのかというとですね、話の筋としては簡単ですね。キム一家というですね、半地下、まあなんでしょうね、まあその文字通り半分地下に埋まってるみたいな家に住んでいる貧乏な一家というのが主人公でして、でお父さんのキムギテク、息子のギユ、そして娘のギジョン、お母さんのチョンスクかなという4人構成になっているんですけども、それに対して、対照的にですね、高台の豪邸に住んでいる、まあ、もともと有名な建築家の家だったものを、買い取って住んでいるという裕福な一家が出てくるんですよね。それがパク一家というもので、IT 社長のパクドンイクさんというお父さんと、で若くて美人のお母さんのヨンギョさん。そして娘のダヘ。まあ高校生ぐらいなのかな。で、まだ小さい息子のダソンという、まあ同じ4人構成の2つの家族というのが主人公で、この貧乏な方のキム一家がですね、裕福なパク一家の家に、だんだんその、まあ家庭教師、そして息子のギュウが家の中に入っていくことによって、どんどんそれを裕福な一家を乗っ取っていくという、まあ、まさに文字通りパラサイトしていくというプロットになっています。その話の流れだけ聞くと、あ、なんかコメディーなのかなって思うかもしれないんですけど、
まあ確かにコメディ色はあるんですよね。ややブラックなコメディなのかなっていう、まあちょっと社会風刺的なテイストが入ったコメディっていう感じもあるんですけど、どん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 話がドライブしていきまして、後半の方はですね、もう正直ジャンルとして分類不能な展開にまで進んでいくというような感じになっています。それでですね、まあいろんなところでパラサイトについてのレビューとかっていうのは出ていて、まあ繰り返しになるのであまりしつこく論じることは避けたいと思うんですけども、まあ、一見してわかるのはですね、半地下の家とですね、坂の上の高台に立っている非常に豪華な家という二つの、まあ、家の対比というのがありまして、その上下の空間の対比ですね、というのが非常に繰り返し繰り返し出てくるという映画になっています。まあ、例えばその二つの家の位置関係自体もそうなんですけども、パク一家の家ですね、豪華な、まあ、豪邸の方の家にはですね、二階があって、で、地下の倉庫みたいなものもあって、家の中にも上下関係があって、その上下の空間を使ったいろいろな演出とかがあります。それからまあ、とある、まあ、その家の中にあるソファーとその傍らにあるテーブルの下の空間とかですね、ベッドの上とベッドの下の空間とか、もっと細かい上下の空間というのを使った演出もあります。で、さらには、まあ、後半の方で、さらに、その、上下の空間が強調されるような水の演出というのもあったりとかですね。まあ、ちょっと今、ネタバレを避けるために、抽象的な物言いになってしまっているんですが、要はですね、上と下の関係性というのを、こう、観客に意識させるような空間の表現、演出というのがたくさん出てくるということなんですね。で、話を聞いているだけでわかると思うんですけども、それはですね、まあ経済的な関係性にもつながっているわけですね。つまり裕福な方のパク一家と、貧乏な方のキム一家。その上下関係の結構わかりやすいメタファーにもなっているわけですね。まあメタファーとも言えないぐらい非常にストレートな表現ですよね。上にいる一家が裕福で下にいる一家が貧乏だという結構まあ露骨な表現がなされているわけです。それからですね、上下関係だけではなくて、内側と外側の空間というのも非常に有効的に使われています。例えばその、キム一家が住んでいる半地下の家なんですけども、まあ、半地下という言葉の通りですね、窓があって、その窓の外から道端が見えるんですけども、外に広がっている道ですね。その道というのが、まあ、半地下になるので、歩いている通行人の足元ぐらいの高さの視点で外が見れるわけですね。でそうすると、まあその通りの治安とかもね、あまり良くなさそうな感じなんですよ。で酔っ払いとかが、こう、家の前に来て、まあ、ちょっと汚い話で恐縮なんですけども、立ち小便とかをしていったりするわけですね。でそれがまあ足元からのその視点なので非常によく見えるということで、まあギャグにもなっているんだけれども、真面目に考えると笑えないような、結構悲惨な空間というので生活しているわけです。でそういう内側と外側の対比があると。まあ、つまりその酔っ払いにとっては、まあその通りというのはただの通過するだけの場所に過ぎないかもしれないんだけれども、キム一家にとってはそこは生活の場所なんですよね。でそれからこの窓というのは、パク一家のですね、高台に立っている豪邸の中でも結構重要なモチーフになっていまして、非常に豪華な庭があるんですよね。で、豪邸なので、高いフェンスで外部の空間と隔てられているので、まあ、庭の奥にフェンスがあるっていう位置関係ですね。なので、なんでしょうね。外界から隔てられているんだけれども、庭に出ると、まあ、その半地下に住んでいるキム一家からしたらですね、もうほとんどその公園とか外の世界に遊びに行くような感じで、家の中で過ごすことができる。で、義勇という息子のセリフで、中にいるのに外にいるみたいだ、これは最高だみたいなセリフがあるんですけども、すいません。まだ一回しか見てないので、ちょっと正確なセリフではないかもしれませんけど、本当の外側の世界から独立した、自立した世界のようになっているというようなことで、まあ当然半地下の家には庭なんてものはありませんし、どっちかっていうと窓からですね、足元の目線で路地が見えるということで、外側、外部の世界に近いわけですね。家の中にいるのに。はい。そういうような空間の演出があります。それからまあ先ほども述べたようにですね、水の演出というのがまあ後半、まあこれもちょっとネタバレになってしまうので具体的には言えないんですけども非常に重要な意味を持っていて、水というのはその上から下に流れていきますから、まあパク一家とキム一家のそのギャップですね、上下関係というのを強調する効果も持っていると。
いうような形で、まあ、様々なですね、空間の表現というのがなされているということなんですよね。で今回、5本の作品を話していかなければいけないので、サクサク進めていきますけれども、まあ、そういうですね、空間の対比というのが非常に明確になされているという中で、まあ、それがいわば図のような役割をして、そこにですね、図として、不条理な身体表現みたいな、まあ、要するにこう、非常に立ったキャラクターですね、次にどういう行動をするのか読めないようなぐらいですね、こう生々しいキャラクターというのが芝居を繰り広げるという形で、とてもまあクリアで整理された空間に対して、その生々しい雑味をたくさん含んだようなキャラクターというのがこう対比的に目立つような構成になっているということですね。ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、パラサイトの中で空間というのが非常に重い意味を持っているんだなということが、分かっていただければ大丈夫だと思います。ということでですね、ここから先は、ポン・ジュノ監督のですね、過去作品の方を見ていきながら、なぜこんなにパラサイトの中で空間というのが重い位置を持つに至ったのか、それからこれだけなぜ明確な表現をしようとしているのかということをですね、考えていきたいと思います。もし時間があれば、まあ最後にハードボイルドっていうものと空間との関係性、それから、そういった空間とポン・ジュノ作品の空間というものはどういう関係性にあるのかみたいな、ちょっとこれも抽象的な感じに聞こえてしまいますけども、要はですね、ポン・ジュノ作品ってハードボイルド的にどうなのみたいな、特に空間表現に絞ってそういう話ができたらなと思っています。では早速行きましょう。まずはですね、僕が見たポン・ジュノ作品の過去作の中では一番古い作品にあたります、2003年の殺人の追憶という作品に焦点を当てていきましょう。話の内容としてはですね、実際に起きた連続殺人事件というのを題材に、二人のですね、まあ、その事件が起きている村出身の、村出身なのかどうかわかんないですけど、まあその村にいる現地の警察官、刑事であるパク刑事と、それから都市から来た、ソウルから来た、ソ刑事、ソテュン刑事というのが、まあダブル主演という形で共通する事件を追っていくというストレートな、まあ、ハードボイルドものというか警察ものになっています。この作品においてもですね、まあ、まずは物語上において結構空間というのが、まあ対比的に設定されているというのが一つの特徴として挙げられると思います。どういうことかというと、まあ先ほど述べましたけど、主人公の二人がですね、パク・トゥマン刑事というのが、その現地にいる、まあ、田舎刑事という感じで、こう、最初は揶揄的に描かれてるんですけども、ちなみにこれは、ソン・ガンホさんというですね、パラサイト半地下の家族でも、まあ、その半地下の一家のお父さんであるキム・ギテックというのを演じた役者さんが主人公の一人を演じていらっしゃるんですけども、彼とですね、キム・サンギョンさん演じるソ・刑事っていうのが、まあ、ソウルから来た、刑事ですね。というのが、その田舎と都会という明確なバックボーンの対比を持っているわけですね。映画自体は、その事件が起きている、まあ、畑がバーッと広がっていて、そこにポツンとその工場があるっていう、まあそういうロケーションの中でこう完結してるんですけども、まあそういう人物の設定として、ソウルと田舎っていう対比が浮かび上がるような物語上の設定にはなっています。でさらにですね、まあちょっとこれもネタバレになりかけるので、言わないようにはしますけども、まあちょくちょくアメリカの話っていうのが出てくるんですよね。例えばまあこのパク刑事とソウ刑事っていうのが、まあ一方はすごい、なんだろうな、そこら辺にいそうなおっさんっていう感じで、もう一方は、まあパク刑事の方ですね、現地の田舎者の刑事の方がそういう直感で捜査をするタイプだし、まあ非常にガサツなタイプなんですよね。で、ソウルから来たソ刑事というのは、非常にこう、4年生の大学を出ていて、インテリで、こう、頭脳派で、頭を使って捜査をするというタイプで、まあ非常にシュッとしたイケメンでもあるというですね、ちょっと濃すぎるぐらいの対比があるんですよね、キャラクターにおいて。で、その二人がまあだんだんまあ口論をしながら、次第に距離が近づいていくという、バディモノの形式を若干抑えてるんですけども、そうですね、普通のバディモノとはちょっと言えないかなっていう、そんななんか生優しい話ではないっていうところが、まあこれもポン・ジュノ監督らしいんですけども、その二人が口論をする一つの場面の中で、パク刑事の方がですね、ソ刑事に対して、FBI っていうのは、まあ要するにアメリカのその連邦捜査官ですよね。
ていうのは国土が広すぎるから、それをカバーするために頭脳を使って操作をしなくちゃいけないんだけども、韓国っていうのはもっと狭い土地なんだと、だから足を使って稼ぐんだみたいなことをですね、ソ・ケイジに対して言うっていう場面があるんですけども、まあそういう韓国とまあより洗練された広い国であるアメリカみたいな、ちょっとその韓国とアメリカの対比というのが背後にあるというのがうっすら浮かび上がるような展開になっています。まあ、他にも実は後半にアメリカというのが重要な意味を持つ場面が出てくるんですけども、まあ、この辺は日本の映画にも近いですかね。アメリカと日本の関係性というか、やっぱりなんかアメリカに対してコンプレックスがちょっとあるというか、アメリカの方が進んでるよなみたいなイメージ。まあ、今はどうなのかわかんないですけども、そういうですね、まあ、バックボーン、大きな空間性みたいなものを感じる部分でもあります。このペースでちょっとやっていくと終わらないので、サクサク進めていきますけれども、非常に重要なシーンで空間というのが大きな意味を持っているなというふうに思いまして、例えばオープニングのシーンなんかそうだと思うんですよね。一人の少年がクローズアップで、映るという場面から始まるんですけども、麦畑なのか稲穂の中なのかどっちかわかんないですけども、まあバーッと畑が広がっている中で、少年がですね、バッタかコオロギかなんかを、まあ一匹の虫を見つめているというクローズアップの場面で始まるんですね。で、その、まあ、稲穂の中に鏡込んでいるので、少年の周りのその空間というのはこう見えなくなっているというか、非常に狭い空間の中にいるように見える場面なんですけども、そのバッタ的なものをですね、捕まえて、あの少年が立ち上がると非常に広いですね、バーッと広大に広がるあの水平な世界というのが、非常に広い畑の空間というのが見えるというオープニングシーンになっているんですね。このシーンがまあこの映画の空間感覚みたいなものを非常に代弁してるんですけども、つまりですね、非常に狭い稲穂に取り囲まれた世界という中で、少年はまあある虫を捕まえようと躍起になっていると。ただ、そこでスッと立ち上がってですね、これワンカットで繋がっているシーンなんですけども、滑らかにですね、カメラが上の方に動いていくと、そこにはですね、遥か彼方まで広大に続いていく世界があるということで、非常に狭い密室のような空間というのと、非常に広大な広い世界というのが、シームレスに繋がっているということですね。この空間感覚というのは、まあ、パラサイトにおいてはですね、この水平の広がりというのはこう結構封印されているんですけども、それ以前の作品においてはかなり多用されている空間表現になっていて、結構ポンジノ監督の作品の中では非常に大きな意味を持っているかなと思います。で、そういうですね、象徴的なシーンがあります。まあ、そのオープニングシーンに続きまして、パク刑事が最初の事件の被害者である女性というのを女性のまあ遺体ですね、を確認するという場面があるんですけども、まあその畑のすぐ横にあるですね、排水路というか、その溝の中にその死体が隠されているというところで、その溝を覗き込むという場面があるんですけども、非常にの溝の中なので視界も悪くて、鏡を使って太陽光を反射させて、ようやく死体の一部分が見えるというような、非常に見通しが悪い視界というのが描かれているんですよね。この非常に見通しの悪い視界というのが、まあ何回かこの映画の中で繰り返されるんですけども、ちょっと、これもネタバレになってしまうので語りづらいですけども、トンネルを使った、まあ非常に先の見えない真っ暗なトンネルというのを使った象徴的なシーンというのが本当に最後の最後の方で出てくるんですけども、まあそことこの溝というのがこう対応する感じになっていて、まあ最後にもう一回溝の場面があるんですけどね、そういうですね、見通しが悪い暗闇、不透明な視界というものがですね、この終わりのない事件の不透明性というようなものと、あるいはこの世界の不条理さみたいな、何が起こるかわからない、この世界の理解できなさみたいなものを象徴するというモチーフにもなっています。ということで、ここでも空間というのが大きな役目を果たしているわけですね。で、もう少しちょっと語りたかったんですけども、ちょっとサクサクいきたいので、次の作品に移っていきましょう。次はですね、2006年の作品でグエムル・ハンガンの怪物という映画になります。これは結構日本でも話題になったので、ご覧になった方も多いんじゃないかと思いますが、怪獣映画なんですよね。どういう話かというと、ハンガンというですね、非常に韓国にある大きな川の麓で怪物ですね、謎の怪物というのが出現して暴れ回ると。で、それに対して、まあ、とあるですね、貧乏な川べりの売店を経営している
家族というのが戦いを挑むというような物語になっています。今回扱う作品の中では僕はグエムルが一番好きかもしれないですね。本当にボンクラなですね、しょうもない家族が非常にこう生物感の強いというか、やっぱり日本の怪獣映画の怪物の感じとは全然違いますね。非常にグロテスクな、例えて言うならガンツの中に出てくるようなすごく生物感のある気色悪い怪物と戦うというあの映画になってまして、その対比が面白いですし、いろいろと面白い表現もありますしね、僕は結構お気に入りですね。その家族の物語、それからちょっとボンクラ感のある家族っていう感じは、今回のパラサイトアンチカの家族ともつながっているかもしれないですね。ではですね、まあ、空間という文脈でこの映画どうだったかというとですね、殺人の追憶以上にもしかしたら空間を使って今度は社会を象徴するっていうようなですね、使い方っていうのを意識したかもしれないですね。冒頭のシーンどういうものかというと、まあアメリカの軍基地の中ですね、韓国にある軍基地のとあるまあ研究室なのかわかんないですけど、そういうまあ部屋の中でアメリカ人の上官が韓国人の部下に命令して、ホルムアルデヒドだったかなっていう、まあ非常に毒素の強い薬品というのを廃棄処分しろと。規則を破って廃棄しろと。で、もう普通に水道に流して、ハンガーに流してしまえっていうふうに命令するという場面から始まるんですよね。で、お察しの通りですね、この、まあホルムアルデヒドが原因になって、まあ、グエムルですね、奇妙な怪物というのが、まあおそらく誕生したのであろうというシンプルなストーリーになってるんですけども、まあここでもやはりですね、まあ、若干殺人の追憶でも垣間見ましたけど、アメリカと韓国の何でしょうね、若干の上下関係というか、まあ日本と同じですね。なんかこう言われたら逆らえない感じというのが、にじみ出ているということで、大きなですね、韓国とアメリカとの空間関係というのを感じさせるような場面になっています。そしてですね、それがハンガーを伝って、下流の方にどんどん流れていくと。そしてですね、そのハンガーの川岸で、一般の市民たちがくつろいでいるんですけども、そこにですね、グエムル怪物が襲撃してくるという非常にショッキングなシーンにつながっていくんですけども、まあその社会のある種上層部である軍部というのが起こした事件というのが川を伝って下流の方に流れていって普通の市民が煽りを受けるというような話の展開になっているわけですよね。でその社会的なまあ末端部というか、主人公になるのはその売店で生計を立てている非常にまあ貧しいであろう一家なので、まあそういうですね、貧しい一家が煽りを受けるという構造になっていて、社会的なその上下関係というか空間というのも、まあ、ハンガンという川を通じて描かれているというような物語上の空間の設定になっているということですね。でですね、ちょっと殺人の追憶の方でできなかったので、映像表現的な特徴というか、映像として空間というのがどういうふうに撮られているのかという話をちょっとしたいんですけども、どの作品通じても言えることなんですが、非常にこう断片的なクローズアップと、断片的っていうのは要するにその手の一部分しか見えないとか、足の一部分しか見えないとか、そういう意味ですね。そういうクローズアップと、非常にですね、まあ、ロングショットの引きの絵ですね。広い空間というのを使ったロングショットというのが、結構交互に使われたりして、クローズアップとロングショットっていうのを対比がすごく強いんですよね。これは結構殺人の追憶においても出てきます。ただそれ以上に、このグエムルにおいては、その、まあ、広い空間とクローズアップのその対比というのが、より極端になっているのかなという気はしますね。それからですね、水平性の強い構図っていうのが多くて、まあ、これちょっとその言葉で説明しづらいんですけど、要はその舞台のかき割りのようなものを想像してほしいんですよね。舞台って正面から見ると、こう、人が、横顔が見えて、人の側面が見えて、で、二人の人物がこう向き合ってるみたいな、そういう風に見えて、で、その背景に、非常にフラットなんですね。作り物のかき割りが見えるという感じになっていると思うんですけど、そういうようなですね、非常にフラットな、人物をこう横から平行に撮ったような、そういう構図っていうのがたくさん出てくるんですよね。でさらにその水平な画面の中を右とか左に横方向に人がこう歩いていったり流れていくと。でそれについていったり先導するような形でカメラもゆっくりこうパンしていくっていうようなショットがすごく多いんですよね。まあそういう水平性の強い画面ということと、まあその流動性のあるカメラというか、
手持ちでガクガク震えるカメラっていう感じではなくて、もうちょっとその優雅にこうゆったり流れていくような感じですね。こう計算されている動線があって、それに従って動いているような感じですね。まあその怪獣に襲われるシーンとか結構手持ちっぽいあのショットもあるんですけども、どっちかっていうとそういうガクガクした感じっていうよりは、スーッとこう動いていく感じですね。完全に平行に動いている、まあ平行に動くものもあるんですけども、ちょっと手持ち感があるというか、まあちょっとこれは説明しづらいですね。若干上下の揺れも含んだ手持ちで丁寧に動いてるみたいな感じのカメラの動きですね。まあこれはどう撮ってるのかちょっと調べてないのでわかんないんですけど、まあ人の動きに合わせてカメラも動いていくと、そういうショットが多いっていうことで、あの、認識しておいていただければ大丈夫です。で、それからまあもうちょっと映像の話になるんですけども、まあそういうクローズアップと広い空間の対比、それからまあ流れていくカメラっていうことで、特にクローズアップに関して言えることなんですけど、すごくそれによって画面に映る対象が限られるわけじゃないですか。例えばその顔のアップとかすごく多いんですけど、顔のアップがあって、まずキャラクターのリアクションが描かれるんですね。あみたいなびっくりした顔があって、え、何にびっくりしてんのかなと思って、それにびっくりした顔のその視線を追っていくとグエムルがいるとか、まあ、わざと情報量を限定するみたいな、そういう演出が多いんですよね。まあ、そして、こう、人物の、まあ、割と画面の中心近くに人物を置いて、それの動きに合わせてカメラも動いていくので、ずっとキャラクターが中心にいるみたいな構図が続くんですけど、それによって画面のそのフレームの外で何が起きているのか見えにくくなるわけで、これもある意味視界を狭める効果があるんですよね。っていうことで、すごくその、何が起きているのか分かりづらい、不透明で、それから、まあ、それがさらに動いていくっていう流動性の高い空間になっていて、要はこれ次に何が起きるのかすごく、まあ、見えにくいというですね、ことになっていまして、物語上においても結構そういう不条理感が強いものになってるんですよね。フォルムアルデヒドが流れて、なぜか、まあ、怪物が現れると。で、なぜか怪物に襲われるというような、まあ、真面目に考えたらすごくこれも不条理感が強い展開じゃないですか。そういうですね、まあ、ちょっと不条理演劇的な、そういう、ま、無茶苦茶な展開っていうのと、こう、結構空間の描き方っていうのがマッチしてるんですよね。まあ、そのフレームの外で何が次に起きるのかわからないよというような、その一拍遅れた感じというか、その感じがすごく物語にマッチしていると思います。でこの、ま、流動的なショットっていうのは、実は殺人の追憶の頃からあるんですけど、それがま、さらにこのグエムルにおいては増えてますし、テーマ性と結びつけようみたいな意図が、まあ、この頃から出始めているのかなっていう気はします。ただまだそれほど明確ではないかなっていう感じですね。むしろ、まあこれは明らかに意図したショットだろうっていうのは、穴蔵のような空間とかですね、ハンガーに通じている下水道を移動したりするっていう場面がたくさん出てくるんですけども、そういう溝とか謎の隙間とかっていう空間がたくさん出てきます。で、これはまあ物語上の設定を考えてみるとわかると思うんですけど、まあその社会的にその忘れ去られた空間というかですね、まあ社会の末端部分なわけじゃないですか。下水道っていうのは普段みんな認識しないで生活していると。でも生活においては非常に重要な意味を持っている、まあインフラなわけですよね。でその下流近くで生活している家族というのがいて、まあその家族そのものもまあ多分忘れ去られてるんですけど、都市において孤立した空間というかですね、普段は認識されないようなそういう穴とか溝とか隙間みたいな空間にキャラクターがはまり込んでいくということで、物語上もです、怪物に接触したことで主人公がウイルスに感染したんじゃないかっていうことで社会的に隔離されていくっていう話になっていくので、そういうですね、社会のどんどん末端部分に追い込まれていくという物語の動きと、この空間の演出というのは、多分意図的に重ね合わされたものであろうと思います。まあ、殺人の追憶におけるですね、トンネルとか溝っていうものが象徴的なモチーフとして出てきましたけども、まあ、それを継承したものなのかなっていう感じはします。ただ、若干象徴するものがその社会的なものに移り変わったかなという感じはありますね。話が横道にそれますけども、このウイルスの描写がね、すごく今のコロナウイルスに対するそのいろんな国の対応というのを感じさせるようなものにもなっていて、ちょっと今の時期に見るとグエムルも別の意味を持って見えてくるかなという感じがしましたね。ということで次の作品に移っていきましょう。2009年の母なる証明ですね。まあ、これも殺人の追憶についてですね、韓国ノワールというかハードボイルドに近い作風になっています。
で、主人公は、まあ、とある母親で、その一人息子であるトジュンというのが殺人の容疑をですね、着せられて、その無実を証明するために奔走するというストーリーになっています。結構物語のメインプロット自体はシンプルなものが多いですよね、ポンジュの作品というのは。むしろ細部にですね、意味不明な表現とか、意味不明なそのキャラクター描写とかっていうのが多いっていうのが、そこの、まあ、明確なプロットと、複雑なディティールっていう対比がまあシンプルなんですけど、ポンジュの監督作品の特徴かもしれないですね。で、この母なる証明なんですけど、まあそのお母さんというのが、探偵役になって、トジュンのその無実を晴らすために、息子ですね。息子であるトジュンの無実を晴らすために、彼の事件当日の足取りを追っていくと。そして真犯人を探すというものになっていまして、これはこの番組でも何回も取り上げましたけども、素人探偵ものって言われるジャンルに分類されると思います。で、もともとハードボイルド、狭い意味でのハードボイルドというのは私立探偵ものだったので、警察官とかですね、公的な機関に属してない孤独な人物が社会に対して戦いを挑むというところの意味合いというのが強かったと思うんですよね。で、その精神性っていうのを、まあ素人が探偵役をするっていうことで、まあこのジャンルは結構強く受け継いでいるので、もしかしたら殺人の追憶以上にですね、この母なる証明が、ポンジュの作品の中では最もハードボイルド的なプロットを持っているということは言えるかもしれないですね。で、母なる証明の、まあ、空間表現ということでどうだったかっていうとですね、全2作ですね、殺人の追憶とグエムルというのが結構設定上ですね、結構対比的なアメリカと韓国とか、田舎と都市とか、まあなんか政府と末端のその市民とかっていう対比があったのに対して、そこまで明確な対立っていうのはないんですよね。どっちかというとですね、都市全部がこの一家の敵っていう感じの設定ですね。まあ、警察も都順を犯人として処理するっていうことでもう決まっちゃっていて、誰もお母さんの味方をしてくれないと。で、弁護士にまあ大金を払って依頼するんだけれども、まあ、全然役に立たないということで、お母さんがですね、まあ、決意して自分一人の力で、トジュンを救い出してみせるというような物語になっていくので、もう個人と世界がそのまま対立しているというかですね、自分以外で、まあ、自分と息子以外、全部敵みたいな、そういう物語になっていますね。で、作品の中で非常に重い役割を果たしているジンテというですね、トジュンのまあ親友というか友達のチンピラがいるんですけども、彼がですね、自分以外誰も信じるなというようなことをこのお母さんに言うセリフがあって、まさにですね、その個人と世界、自分以外の他人を含めた世界というものの対立ですね、誰も理解できないような世界観というのをベースにしていて、それをまあ空間的にもすごくよく描いているなと思うのはですね、このお母さんが住んでいる家というか、漢方薬品のお店をやってるんですけども、それがですね、非常にこう路地から奥まった穴蔵みたいな空間なんですよね。で、非常に暗がりの中で撮られてるんですけども、それに対してこう狭いなんか隙間みたいなところから、まあその非常に入り口が狭いんですけど、その狭い隙間みたいな入り口から、トジュンがいる通りの方が見えるっていうような空間が冒頭の方で描かれるんですけど、そういうですね、まあ、何か世界に対して閉ざされた穴蔵のようなところで暮らしているというようなことが、まあ非常に孤立した人物であるってことが空間的にもまあ要約されているのかなという気はしました。どうしようかな。まあそういう個人と世界の対立っていうのが非常に、まあこの映画においては強くて、例えばですね、全2作においてもクローズアップとロングショットっていうのの対比っていうのたくさん使われるんですけども、多分この母なる証明が一番使われますね。で、そしてですね、ロングショットの使い方というのが、まあ非常にうまいですし、最も多いんじゃないでしょうか。ポンジュの作品の、フィルモグラフィーにおいてですね。どういうことかというとですね、そもそも冒頭の、ショットというのが非常にこう広い、まあこれもなんでしょうね、枯れた草がこう生い茂っている草原みたいな場面から始まって、そこをですね、お母さんが一人でポツンとこう、とぼとぼと歩いているというシークエンスなんですけども、それをこう、空撮気味にですね、上からスーッとこう、非常に引いた絵で撮っていくと。で、だんだんそれが寄っていって、お母さんがこう、中心に位置するような構図に移り変わっていくんですよね。で、そこでダンスが始まるというですね、謎の場面から始まるんですけども、非常にポツンとですね、孤立した感じというか、すごく孤独な様子というのが、まあこの映像によって描かれているというオープニングシークエンスになっています。
まあ、しかしそれに対してですね、周りのまあ広大な世界に対してお母さんはまあたった一人で佇んでいるんだけども、ダンスを始めるということによって、何かこの世界に別に屈しているわけではないのかなっていう、なんか不思議な角度でこの世界に向き合っているのかなという印象があるシーンなんですけども、まあ後々の展開で、まあなるほどというような、まあこのシーンの意味も分かってくるような感じにはなっています。それからですね、まあ過去2作に比べるとですね、密室空間というのがたくさん使われるようになっていますね。で、特にお母さんがピンチに陥るシーンで、まあ屋内ですね、非常に狭い部屋の中で孤立してピンチになる。そしてまあサスペンス的な展開が待っているというようなシーンがたくさんあります。これもですね、世界に対してこう取り残された個人というようなものを強調するような空間になっているかなと思いますね。でなんですけど、まあ、グエムルの中でもそういう、なんか、動いていく人に対して、平行的に動くカメラのショットっていうのをたくさん使っているっていう話がありましたけど、そういうですね、まあ、カメラの動きというのをより展開させたというか、まあ、多用しているんですよね、この作品において。どういうことかと言いますと、登場人物のですね、視線の動きを追うという、まあ、一拍遅れたショットですね。何かを登場人物が見ている。で、それに対してちょっとワンテンポ遅れてカメラがそっちの方を見ると、まあ非常に重要な手がかりとかキーアイテムみたいなのが見つかったりとか、っていうシーンがたくさん使われています。まあそれからさっきも、言ってるような横にその人物の動きを追うようなカメラですね。この動きというのもたくさん使われています。これによって、まあグエムルの時にちょっと言いましたけども、映像的に作られた密室というか、そのフレームの外側というのが見れなくなる。で、その何かがあるんだなっていうことはほのめかされるんだけども、それが何かわからないというようなですね。非常にこう、まあ観客であり、キャラクターというのがこう、世界に対してこう、一泊遅れるというか、何かこう、世界の側が個人の方をコントロールしている感覚というか、まあ、これもまあ孤独感につながっていくと思うんですけども、そういったテイストが生まれていると思います。ということで、これまで使われていたその映像表現というのを継承して発展させたのがこの母なる証明という感じがしまして、それだけではなくて、そういったまあ様々な表現ですね。クローズアップとロングショットの対比、それから密室空間、それからまあ視線を追うような、流れるようなカメラの動きというのを世界からの個人の孤独というようなものの表現として合流させたんじゃないかというふうに僕は思っています。まあ、つまり結構それまでは、まあ割かし手癖的に使われていたというか、殺人の追憶においては特にそうだったと思うんですけど、動くカメラとか水平的な空間構成とかあったんですけど、そんなに物語とかテーマ性にはその絡みがなかったんですよね、その表現が。ただ母なる証明においては、その広い空間もですね、世界に対してのその個人のよるべなさみたいなものをこう感じさせるものになっていますし、まあ何より物語がそういう内容になっています。そして狭い空間というのもその圧迫感がある。その世界がこう自分を圧迫しているというような感じを与える。そういう効果があると思います。で、その動くカメラもですね、あらゆる空間を密室化してしまうというか、その外側にあるものを映さなくするということによって、狭い感じというのをその観客に与える効果があると思いますので、これもですね、まあ孤独の表象として考えることできるんじゃないかと。ということで、まああらゆるイメージを使って、このお母さんの孤独というのをこう書き立てていく。そして物語的にもですね、その孤独というのが、まあピークに達していくというのが、この母なる証明の表現になっているかなと思います。ということで、まあその殺人の追憶においてもですね、そのこの世界の理解できなさ、不条理性みたいなものはそのトンネルとか溝っていった空間を使って象徴されていると思いますし、まあ何かその世界が狭いように見えて広いみたいな、そのオープニングシーンのそのバッタみたいなものを捕まえる少年の、これ見事なシーンだと思いますけど、そういったものっていうのもさらに展開されてですね、クローズアップとロングショットの対比としてたくさん多用されることになります。ただ、前2作においては、割かしその社会、韓国社会と少数の人々の、まあ、対立、対比という感じで描かれていたのが、もっとですね、その世界と個人っていうですね、こう、突き詰めた対立として、根本的な対立にまでテーマとその表現というのを推し進めた。それが母なる証明だったんじゃないかなという気がしています。そしてですね、まあそういうなんか、不条理な、その不透明な世界、何が起きるのかわからない、
根本的に理解できないというようなその世界の感覚というのを殺人の追憶においても多分まあ描いていたと思うんですけども、そこからさらに母なる証明は一歩進んでまして、テーマ的に、まあ、ちょっとこれ言うとネタバレになっちゃうのかもしれないですけど、まあできるだけぼかしますが、理解できないだけじゃなくて奇妙な透明性も持っているというかですね、まあマジックミラーのようなものとして世界が描かれているんですよね。こちらから世界の方を見ようとすると見えないんだけれども、あちらからはメッセージを送ってくるというか、あちらからは見られているというような感じがすごくあってですね、お母さんがまあ要するに事件を追っていくわけじゃないですか。で、その真相というのはなかなかつかめないんだけれども、お母さんとトジュンというまあ息子の間にあったですね、ある隠された対立みたいなものはその捜査の過程で明らかになってしまうというですね、忘れたかったものは忘れさせてくれないという、この奇妙なその世界の透明性、マジックミラーのような不都合な感じというのが、まあこの作品において描かれていて、ただ不透明なだけではないということですね。なぜか知りたくない部分は透明になっていて見えてしまうという、非常に嫌なものとして世界が描かれていて、すごく面白い表現がしてあるなと思いました。で、今度はですね、2013年のスノーピアサーの話をしていきたいと思うんですけども、まあこれは SF ですね、原作もあるんですけど、ポンジュノ監督が、まあハリウッドの資金を使って、アメリカ人の俳優とかも使って撮影した SF 映画になります。これ設定がちょっと面白いんですけど、地球温暖化を止めるためにですね、とある地球のその温度を下げる薬品というのを散布した結果、人間が外の空間で住めない温度まで、気温というのが低下してしまった未来というのが舞台なんですね。で、ほとんどその生物が死滅してしまったんだけれども、唯一ですね、ウィルフォード社という会社が開発していた地球を一周する列車というのがありまして、その列車の中に住んでいた、あるいはその列車に乗り込んだ人々だけは生きていると。で、人類はその列車の中でしか生きれないという、そういうちょっと変わった設定の映画なんですね。で、さらにディストピアもの的な設定がなされていまして、戦闘車両の方に行くに従って階級が上になっていっていい生活をしているけれども、まあ主人公たちは最後尾の列車にいるんですけども、その人たちは非常に抑圧された謎のですね、プロテインブロックって言ってたかな、なんか黒いこんにゃくみたいなものを食べて生活してるんですけど、それしか食べさせてもらえないみたいな。で、無理やりですね、前方車両の人たちに子供を連れ去らわれてしまったりとか、そういう抑圧された生活を送っているという物語になっています。で、今までのかなりそのリアル路線からすると、まあグエムルにしてもですね、相当その政治色が強かったりとか、まあ実際にこういう事件が起きたらどうなるかみたいな、日本で言うとシンゴジラ的なですね、リアルな、なんでしょうね、怪獣への対応をシミュレーションするみたいなテイストがあって、結構リアル路線が強かったと思うんですけど、このスノーピアサーはですね、ちょっとぶっ飛んだ非現実的な世界というのを描いていますね。そういう意味でちょっと異色作になっていると思います。ただですね、この映画においても空間というのは非常に重要な意味を持っていまして、まあ最も空間というのが大きな意味を持っているというか、まあ明確に空間が表現されているのはこの映画かもしれないですね。つまりわかりやすいと。どういうことかというと、まあ要するにその地球を一周する列車ですね。で、その列車の中で、カーティスという主人公たちが、まあ最後尾の人たちなんですけども、革命を起こすという物語で、どん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 前方車両の方に前進していくという、そういう直線的な物語のその、進み方をするんですね。なので、まあ物語的にも映像的にもですね、一方の方向からもう一方の方向に進んでいくという直線的な感じというのが強くなっています。これもですね、ちょっと深読みになってしまうかもしれませんが、これまでの要するにその水平の画面構成とか、主人公の動きに合わせて動いていくその横方向のカメラの動きとかがありましたけど、まああれをある種発展させたような物語のレベルにまでその水平性というのを推し進めたみたいなものとして考えることもできるかもしれないです。それからですね、まあ、殺人の追憶、グエムルが多分、それまでの作品では、その社会的な対立を空間で象徴するみたいな手法が強かったと思うんですけども、その社会的な対立を空間に置き換えるっていう手法ですね、が、このスノーピアサーで最も強くなっていると思います。まあ、パラサイト以前の中では、スノーピアサーが一番だと思いますね、そういう社会的な対立という文脈では。まあ、どういうことかというと、その戦闘車両のお金持ちと、最後尾の貧乏人というのが、まあ対立する、まあ空間的にも、物語的にも対立しているという構成になっているということですね。
それからこのスノーピアサーは SF だからこそ描ける空間描写というのが面白くてですね、普通に僕たちがその生活している中では世界の空間っていうのがどうなっているのかっていうのをその認識しないじゃないですか。例えば日本のまああのなんか独特の長細い形ありますよね。ああいう感じをイメージすることってほとんどないわけじゃないですか。この映画の中ではこの人たちはまあその列車っていうですね、狭い空間の中で暮らしているので、その列車、自分たちは列車の中で生きているんだっていうことを実感するようなシーンっていうのがたくさんあるんですよね。その世界のまあ空間的な肌触りみたいなものをこう登場人物たちが感じるというような瞬間の描き方が僕は面白いと思います。例えばですね、あの途中で列車が氷山にぶつかるっていうシーンがあるんですけども、そこでですね、あの上流層と下流層っていうのが列車の中で戦闘中にもかかわらず、みんな伏せろって言って一斉に伏せる場面とかあるんですよね。やはりですね、その列車の中で対立していても列車の中で生きているという一つの共同体としては運命共同体というかですね、同じ運命を共有しているというようなことが感じられる場面になっていまして、と同時にやっぱりそのレールの上をこう列車が走ってるんだろうなっていう空間を認識させるようなものにもなっています。さすがにリアルな設定でここまでその世界の空間性みたいなものを認識させることっていうのは難しいですから、まあ、これは SF ならではかもしれないですね。まあ、ただグエムルでそのハンガンの社会的にも空間的にも下流に位置する場所でそういったトラブルが起きるですとか、母なる照明の中でも、まあ、殺人現場である屋上にお母さんが登っていくと一気に街中というのが展望できて、あ、これが私の敵なんだなということをその認識する場面とかあるんですけども、まあ、そういった場面の、まあ、社会全体を空間的に要約するみたいな場面というものを、ある種発展させたような描写になっているかなと思います。そうですね。まあ面白いのはこの作品の中でも結構その視線の動きに合わせたカメラ移動っていうのがたくさん使われてまして、まあフレームの外に何があるのか見えないっていう例のやつですね。で、その演出というのを物語的にもその一致させていまして、まあ、後半の方にですね、これもネタバレになるので伏せますけども、とある扉というのが2つ出てきまして、まあ、一方はですね、物語の冒頭から言われているウィルフォードという、まあ、その列車の創造主でありつつ実質な支配者がいる戦闘車両に続く扉、そしてもう一方はというのが出てくるんですよね。で、そのもう一方の方の扉というのが視線の動きに合わせたカメラの動きでふっと後から現れる。つまりその空間にもともとあったんだけども気づいていなかったというような描写がなされていて、すぐ近くにあるにもかかわらず、まあ忘れていた空間みたいなものを描いているんですよね。で、その感じというのは、実はこれまでもポンジの監督は繰り返し描いていたと思うんですよね。まあ、特にグエムルなんかも、まあアメリカと韓国の関係とかっていうものを、まあ普段の生活ではそんなに意識しないかもしれないけども、確かに現実には存在するというようなものが、まあ、ハンガンの怪物として具現化してしまうというようなストーリーとして見ることができると思うんですけども、まあ、そういうような演出に連なるようなものかなと思いますね。ということで、全然時間なくなってきてしまいましたけども、ようやくパラサイトの方にまたたどり着きました。これまでの作品の流れの中で、パラサイトというのをもう一回捉え直してみようと思います。やはりですね、物語的にも表現的にも最もストレートでシンプルな空間というのを描いていると思います。ほとんどですね、スノーピアサーはまあ水平に上流階級と下流階級というのが並んでいるという構成でしたけれども、それを縦に入れ替えたような上下関係の空間で今度はそれを描くというようなものになっていると思いますね。なので、SF 的なまでに明確な空間表現をリアルな現代を舞台にして描いたと。まあ、逆に言うと、リアルなその現実の社会というのは、もはや SF 的なまでに明確なその階級闘争というのが生まれてしまっているんじゃないのというような風刺的な視点というのも感じなくはないというようなものになっていると思いますね。しかしですね、今までで最もストレートな空間を持ちつつ、スノーピアサーにはなかったですね、象徴的なモチーフだったり、予想もつかないプロットの展開、それから複雑な演技の表現、特定のテーマには回収しきれないようなディティールというのがたくさんあるんですよね。そういうですね、まあ空間表現というのを図として、そういうまあ様々な複雑なディティールというのを図として描いているというようなものになっていると思います。
まあ、半地下の家、そして高台にある豪邸という最小限の空間を使って、ほとんどですね、屋内に舞台が限られていて、その中だけでほとんど物語は進行するんですけども、そういう限られた舞台立てを使っているにもかかわらず、多くのその物語的な意味合いとか、イメージっていうのを生み出しているんですよね。そういう視線でパラサイトを見返してみると、穴とかですね、密室とか狭い空間とか人工的な構図とか、これまでの作品の中でたくさん使われてきた空間演出というのが、まあ継承されているなっていう部分もあるんですよね。ただ、まあ、最もそれがですね、物語と連動しているのは多分母なる照明だと思うんですけども、それ以上に結構その、空間演出に上下関係っていう文脈付けがなされているかなと思いますね。まあ、つまり結構ほぼ全ての空間演出というのが、まあ、上流階級と下流階級というのの貧富の差という、意味合いで解釈できるようなものになっている。そういう明確な表現になっているという特徴がある気がします。ただですね、まあそれだけ言うとなんかストレートな、シンプルなだけの作品なのかなと思うんですけども、それだけにそのシンプルな空間というのをおとりに使ったミスリードというのもあって、これがですね、観客に対するサプライズにもなってるんですよね。そのですね、こんな話になってくのっていう感じが、パラサイトの評価をぐっと押し上げてるんじゃないかなという気がします。そしてこの仕掛けというのが、前半はですね、こう他人事としてある程度ブラックコメディとして見れた物語が、後半においては全く人事として見えなくなってくると。自分も他人ではないなっていうふうに思えてくる。そういう観客を巻き込むような仕掛けにもなっていて、その仕掛けに空間というのが、これはまた重い意味を持っているというかですね、大きな役割を果たしているんですけども、これは言えないです。ぜひ実際に作品を見て引っかかってください。ということで、ちょっと長くなりましたけども、ポン・ジュノの空間表現ということで、まとめの方に入らせていただきたいと思います。まずはですね、どの作品にも共通して言えることなんですけど、どの作品もっていうか全部見てないのでちょっと恐縮なんですけども、今回取り上げた5作品に共通して言えることは、物語やテーマというのを象徴するような空間設定というのが多いということですね。社会的な煽りを受けるのはその下層部。そして物語の舞台となるのも、まあ、半岸という、まあ、川の流れの中の下流にあたるというような物語と空間の設定というのが連動しているというような空間設定ですね。で、それはだんだん強まっていて、スノーピアサーとかパラサイトにおいてはもうほぼ説明的とも言っていいぐらいですね、明確になっているという感じですね。それから人工的な構図を使っているんだけども、滑らかな動きでそれをつないでいるということによって、すごく自然な映像表現になっているので、一見するとですね、人工的に構図をですね、設定してんだなっていうことが分かりにくいんですよね。それはすごい上手いところなんですけども、ポン・ジュノ監督の作品を分かりにくくしている部分でもあるかなという気がします。これはですね、つまり一枚一枚の記名というのは、すごくその、登場人物を中心に置いて、で水平に広がる世界をその背景にしていてっていう、まあ、なんかちょっとルネサンス絵画的とも言っていいぐらいですね、すごく、まあ、調和の取れた構図を持ってるんだけども、それをですね、調和の取れた構図と構図をすごく滑らかなカメラの動きで繋いでいくので、自然にこう物語が展開しているように見えてしまうんですよね。というかそういうふうに見せてるんだと思うんですけども、それによって、まあちょっと監督が構図的に工夫を凝らしている部分っていうのが一見すると分かりにくい。まあそういう味のある、何回で見ても面白いというようなですね、深みのある空間表現をしています。まああとはどの作品にも共通して言える特徴として、まあポン・ジュノ印と言っていいようなその表現として、クローズアップとロングショットの対比、これはたくさん出てきますね。それから水平性の強い構図と横に動いていくカメラの動き。そして視線を追うようなですね、部分部分をこう撮るようなカメラのそのショット。これも共通してよく見られる表現ですね。それからまあ空間によって何を描こうとしているのかと、何を象徴させようとしているのかっていう部分に関して言うと、社会的な象徴性ですね。得てして社会的な終焉部というか、その社会において、まあ、仮想に位置している。それゆえにですね、社会のその不条理というのを一心に背負わなければいけないような空間ですね。例えば殺人の追憶とかも、まあ実はそういうことっていうのが見えにくいんですけども、田舎と都市の対比とか、アメリカと、韓国の対比とか、それから北朝鮮のですね、空襲に備えて訓練をするっていう場面があったりするんですけども、まあ韓国と北朝鮮の関係性とかですね。そういうその大きな空間というのを、
感じさせるような部分があるんですよね。グエムルとか、まあ、スノーピアサー、それに、まあ、パラサイトに至ってはすごくそれが明確になっていますけども、そういう社会全体の空間というのをある一つの場面に押し込めるというか、それによって要約するというような表現というのがたくさんされています。概してですね、これまで見てきたポン・ジュノ作品というのは、作品が、まあ、新しくなるというか、パラサイトに近づいていくごとによりシンプルにその空間表現からなっていっているというふうにまとめていいんじゃないかなと思いますね。これはですね、結構その原型っていうのは殺人の追憶の時点で全部出てると思うんですけど、その殺人の追憶の中で出てきていた表現とかですね、物語の設定っていうのはどんどんその研ぎ澄ましていって、表現とその形式というのを一致させていった結果、すごくシンプルな表現になっていったんじゃないかなという気がしました。ということで、ちょっと長くなってしまいましたけれども、最後にですね、ちょっとハードボイルドとの関係性ということで一言だけ触れさせていただきたいと思います。諏訪部浩一さんという研究者の方がですね、ノワール文学講義という本を書いてるんですけども、その中で、まあ、ノワールの定義としてこんなことをちょっと言ってるんですよね。出口のない閉塞した世界で虚しくあがく人間を描いた作品、これが50ページからの引用なんですけども、まあ、そういった雰囲気を持った作品というのはノワールというふうにこう割と緩く定義していらっしゃるんですよね。なんじゃないかと。でこれはですね、正直ハードボイルドにもまあ言えることだと思います。で、諏訪部浩一さん自身もまあハードボイルドというのをノワールが包摂していると。ハードボイルドよりも広い概念としてノワールを捉えているので、まあハードボイルドがこの雰囲気を持っていて当然ということなんですよね。でということはですね、僕が重要だと思うのは、この出口のない閉塞した世界というふうにおっしゃっていて、それは、まあ、例え話ではあるんですけど、空間的なこととして、ノワールの定義を捉えているわけじゃないですか。ということは、作品の中の空間表現にももしかしたらそういった部分っていうのが現れるんじゃないかというふうに僕は思ってるんですね。例えばですね、その私立探偵っていうのは社会の中で、まあ、孤独を抱えていて、得てしてその終焉部とか末端部に位置している人物なので、家がボロボロとかですね、そういうことですよね、っていうことが起こり得ますし、まあ、そういう孤独な人物なので、プライベートの空間っていうのがその、まあ、都市から孤立していたりとか、あるいはまあ車の中でその常に移動しているとかっていうような漂流性みたいなものを持ってたりする、そういうことが考えられますよね。っていう絡みの中で言うと、ポン・ジュノ作品が持っている空間表現っていうのは、基本的にはまあ世界と、あるいは社会と個人っていうのの対立、そしてまあ孤独、まあそれから社会に対して末端部に位置している人々のその空間というのを描いてきたわけなので、まあこれは結構ハードボイルド的というか、ノワール的と言っていいような空間になっていると思いますね。まあそれから得てして、そういった空間から脱出しようとして、失敗するというような、その悲劇的な展開を迎えるものが多いと思うので、そういったですね、まあ、まさに諏訪部浩一さんが論じていらっしゃる出口のない閉塞した世界っていうような感覚ですよね。そういったちょっと絶望的な感覚というのも、ハードボイルドと共通する部分なのかなというふうな気がしました。まあ、スノーピアサーだけはね、ちょっと違うような展開になっているかもしれないですけど、まあ、それは SF とハードボイルドの違いかなという気もします。が、そのあたりについて論じているとちょっと長くなってしまうので、今回はこのあたりにしたいと思います。それでは、長くなりましたが、ぜひ、劇場で見られるうちにですね、パラサイト半地下の家族をご覧ください。ということで、今回はこのあたりで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。